ウィーショーでーす。はい、今回はですね、バレンタインプレゼントやってきました。ありがとうございます。調子くんからのバレンタインプレゼント。これはマジでね、優秀なバレンタインプレゼントですよ。S ランク自チーム契約書なんでね、なかなかもらえるアイテムじゃないから、これはマジでありがてえ。あざすー。というところでね、今回自チーム契約書で、どの球団かを引いていこうかなと思います。一応ね、ベスト9テッドローダー来てるけど、これの累計もね、しっかり上げるんで、投資してください。さあ、では、早速ね、始めていこうかなと思います。はい、この自重契約書で、分回していきましょう。レイアップ！はい、したらばですね、一応ね、迷ってる球団があるんですよ。ホークスでもいいんですけど、自チーム。迷ってる球団があります。欲しい選手がいる球団があるんですよ。それはね、一応ね、ちょっと見ていくわけですけども、ホークスはね、ぶっちゃけね、欲しい選手いないんですよね、今のところ。やっぱ能力が落ちてるってなる。千賀投手はね、当然の強いし、ウルトラで引けたし、柳田悠岐選手は今回ベストナインタイトルで出てるし、和田投手もね、能力落ちてるんだよね、正直。東山選手も落ちてると。というところで、ホークスはちょっとあんまり積極的に狙えないかなと思ってて。で、やっぱね、楽天なんですよね、欲しいのが。楽天の、やっぱ松井投手、これめちゃくちゃ強いから欲しいって思ってますね。はい、あとはですね、楽天の、はい、田中将大投手、前回ね、田中将大チャレンジで、なんとあの OB 野村克也選手を獲得できました。で、救おうとしたんですけど救えませんでした。はい、てな感じで、あとロッテなんですよね。やっぱロッテも欲しい選手多いんですよ。増田選手だったり、これね、シンカーがめっちゃ優秀なんでね。うん。やっぱ、抑え枠として、めちゃくちゃ強い選手なんで、欲しい一人だ、もありますし、あとはですね、はい。藤原選手じゃなくて、はい。佐々木千早投手。僕、前から欲しいって言ってた、佐々木千早投手出ましたんで、これは欲しいですね、ぜひとも。うん。佐々木千早投手。あとはですね、そうだな、佐々木朗希投手。これもね、将来絶対伸びるピッチャーなんでね、めちゃくちゃ楽しみなんで、はい、佐々木朗希投手も欲しいなと思ってますね。はい。てな感じっすかね。あと、岩下投手、フォークボールとか、えげつないけど。まあ、球種数少ないけどね。うん。そんなとこっすかね。エチェバリア選手はショートの守備が優秀じゃないと。ちょっとね、査定間違ってるね、これ。エチェバリア選手はショートめっちゃうまいからね。肩 S だろ、普通に。で、一応ね、持ってる選手、見てみると、ロッテと楽天見てみると、こんな感じ。シコースキー投手しかいないんですよ、ロッテが。ねえ、あとはね、ロッテさっき言ってなかったけど、唐川投手とかも結構欲しいんですよね。唐川投手の球種数が多くて、やっぱ、優秀なぶり。確か、9位請求同時だったんだよね。なので、唐川投手とかも欲しいし、楽天はね、一応ね、松井投手も古いやつがあるし、岩隈投手もいるので、そういった意味ではロッテなのかなと、今回は。うん。なので、ちょっとロッテで今回は行かせていただこうと思います。皆さんもこんな感じでね、選んでいったらいいのかなと。やっぱ持ってる選手の手持ち次第だと思うんで、手持ちが少ない球団をね、獲得していって補強していけばいいのかなと思います。レディゴ！さあ、自チーム契約書、どうでしょうか。きっちり出てほしいなと思いますね。いい選手が出てくれるでしょう。サードだ。よいしょ、おっしゃーい、からがどしあざす。はい、欲しい選手だったんで、これは当たりです、間違いない。というふうな感じでね、一応ね、おさらいすると、まあ、自チーム選手でね、獲得するのはまずね、自チーム、自分の推し球団で、その次は12球団で見るならば、やっぱ手持ちの少ない選手、本当に球種数が少ないだったりとか、ウィークポイントがある、球団、そういったところで選んでいくのが一番いいのかなと思いますね。はい、なので、僕の選び方、おすすめですので、皆さんもぜひとも試してみてください。このカラカワ投手の当たりなんでね、嬉しいですね。しかもこういうモーションで、はい、ありがたいお話でございます。はい、一応ですね、今回、カラカワ投手獲得できたんですけども、ベスト9タイトルホルダー、そちらの方のですね、おすすめ選手を軽くおさらいして、最後終わりにしたいなと思います。9位請求77ですからね。これ優秀だよね。本当に嬉しいよね。
原川投手、しっかりドットワークで育てていこうかなと思います。はい、じゃあですね、ベストにタイトルオーダー軽く見ていきましょう。柳田選手、これは当たりヒットでしょう。であとは、マルテ選手とか栗林投手もいるね、柳投手もいるね、うん、杉本選手、宮城投手、宮城投手も強いね、うん、でもやっぱね、柳田選手、僕が個人的に欲しい選手は柳田選手かなと思いますね。はい、なので、柳田選手狙って累計集めに行きたいなと思います。はい、てな感じで今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。最後にご視聴いただきありがとうございました。ウィーッシュ。